ベガスに来たんですけども、今クリスタル町です。なんかね、暑すぎてクーラーつけてるんですけど、トラックの冷房がね、熱風です。なんでこれ、ほら見て、一番寒いのにしてるのに、この全開で、ほら全開で熱風が出てくるっていう。どんだけ暑いんだよベガス。めちゃくちゃ暑いですよ。もうなんか焼けちゃう。焼ける、なんか焼けるっていうか、バーベキューみたいになっちゃうよ。焼き豚だよ、焼き豚。やーべやべ。あー、暑い。生きていけるのかな、こんなところで。さて、今日アパートに、の管理事務所に行ってきたんですけども、閉まっておりました。前回ね、ベガスに来た時に、で引っ越しが決まって、じゃあ6月7日に日曜日に引っ越してくるけど空いてますかって、大丈夫ですかって聞いたんですよね。そしたら、あ、朝だったら大丈夫だよって、鍵渡すから来てって言ってたのに、閉まってる、誰もいないっていうね。なんてことですか、本当にもう怒りプンプンですよ、本当に。ほんで、そう、でね、金曜のね、6時半ぐらいに、オフィスから、まあ、担当じゃない人なんですけど、オフィスから電話があって、ほんで、なんか、ちょっと、なんだろう、話がしたかったんですよね、オフィスの人と。ね、でも私は引っ越しの準備でもうせっせせっせと荷物運んでたので、全然電話に気づかず、ほんでまあ留守電が入ってて、で聞いてすぐにかけ直したんですけども、もうなんかオフィスが5時で閉まるのに、なぜか6時半に電話かけてきてて、なんかこう月曜日にまた電話してよみたいな、なんか伸ばし伸ばしにしてる感じがすごいあって、またプンプンですね、本当にもう。Hey Crystal. Hi. Good morning. Good morning. So we are going to the apartment office. Yes. To talk about what was happening to us. I mean me. Right? Yes. We're very confused, and right now Misai doesn't have a place to live. I'm homeless now. She's homeless now. Okay, so let's go. Alright. 今、ラスベガスのコーヒーショップに来てます。さっきオフィスに行ってきて、何があったか聞いてきたんですけども、私が引っ越す予定だったに私を担当してくれてた人がずっと長いこといなくて、で代わりの人が対応してくれたんですけど、その人は別 のアパートの管理会社の人で、全然事情を知らなくて、でなんかこう話がちゃんと伝わってなかったみたい で私の入る予定の部屋が誰か他の人が入ってるって言われたのも、じゃあ私が入ってるってことになってて、まあ、部屋はあったんですけど、なんかちゃんとこうオーガナイズされてなくて、なんだろう、でもまあなんとか部屋は確保できたのでそこに入れるんですけど、ちょっとクリスタルに一言言ってもらいます。はい、クリスタル。複雑。めんどくさい。めんどくさい。いや、複雑さにめんどくさい。めんどくさい。It was good? Yeah, so perfect. So, I think we will be fine, right? Yeah, I think so. Yeah, maybe. Yeah, hopefully I can move in tomorrow or the after tomorrow. Yeah, maybe. That would be okay, yeah. Yeah. But she's homeless right now. Yeah, I'm daddy homeless. Yeah. 今メンバーのお家で、週末にやるライブの曲のレビューをしてます。で、分かりやすいようにちょっとカンペにして
曲を、なんだろう、曲のサイズだけでもちょっと確認できるようにしてます。曲はだいたいドラムパターンとか覚えたので、あとはまあド忘れがないようにちょっとカンペを作って挑みたいと思います。アパートがね、早くて明日、遅くてもまあ水曜か木曜日には開くそうなので、早く引っ越せれたらいいんですけどね。どうかな。でもすごくね、メンバーのあのお家がすごい素敵で、なんか同い年なのに一軒家を買って、なんかすごい可愛くデコレーションとかして、すごい可愛いんですよ、ほら、すごい可愛い。そうデコレーションとかして、でなんかやってるの見てはすごいなーってすごい尊敬して、なんかちゃんとね音楽をねビジネスとしてやってるし、すごいなーと思って、ちょっと私も頑張らないとと思ってます。ちょっとお腹が空いたので、今からなんかラーメンでも食べに行こうかなと思ってます。